アガメムノーンの黄門の仮面。実際には、アガメムノーンの時代より3世紀も昔のものだった、アガメムノーンの帰還、アガメムノーンのシアガメムノーンは、ギリシア神話の英雄である。トロイア遠征軍の総帥、長母院を省略したアガメムノンとも表記される。アガメムノーンは、ミュ受系内の王であり、トロイア戦争における、ギリシア軍の総大将である。父はアトレウス。弟にメネラオス。 妻にクルタイムネイストラー。息子にオレステース。娘にイピゲネア及びエレクトラー。父の死後にミュケーナ王となり、全ギリシアをまとめ上げた。アガメムノンはギリシア法の王たちを率いて戦ったためローマの時代には王の中の王と呼ばれ、皇帝の比喩とみなされていた。しかしその異行以上に傲慢で非常、所有欲の強い男であったと言われる。 絶世の美女とされるヘレネーの双子のイフ姉である、クルタイムネーストラーを、夫であり、とこのタンタロスを殺して奪った。彼女との間に3人の子供を設けた。弟メネラーオスの妻、ヘレネーが、小アジアに位置するトロイアの王子パリスに連れ去られた、ことへの怒り、及び、掟き手を破り他者の妻を奪ったパリスへの報復のため、全ギリシアから志願者を募って、 トロイアに戦争を仕掛けることになる。出生時に逆風が吹いたため、船出ができなくなると、娘、イーピゲネエアを、女神アルテミスに、生贄として捧げれば解決するとの予言を受け、苦悩の果てに娘を殺害して、トロイアへ向かった。この非常の決断は、クルタイムニエストラーの悪を買ったのみならず、イーピゲネエアを呼び寄せる口実にアキレウスとの見合いを、 使ったことから彼との関係も悪化してしまった。イーリアス第一下では、アキレウスと衝突し、陣営に危機を作る。戦勝後、トロヤ王女カッサンドラーを己の愛称として、帰還するが、イービゲネアの死を遺婚に思う妻、クリュタイムネーストラー、とその丈夫アイギストスに暗殺される。この神話は、悲劇作家、アイスキュロスのオレステイア三部作の一つ、アガメムローンの題材になっている。 ありがとうございます。